皆様こんにちは。カフレンチャの時間がやってきました。私は高柳蓮と申します。よろしかったら最後までお付き合いくださいね。さて、このオフレンチャですけれども、今日はですね、ちょっと一部の SNS とかで私告知もしてたものなんですが、話そうと思っているのがですね、私の美の価値観がガラガラガラと崩れ去ったお話というのをしてみたいなと思ってます。これはですね、数年前に、出会った話なんですけれども、その前にちょっとある人物を紹介しますね。前回の9月の25日の連茶会でもでお話しさせていただいた方なんですけれども、竹市にぽぽさん、竹市高弘さんって書いてあるんですが、にぽぽさんという方がいます。この人は私がですね、ひょんなことからですね、ちょっと短い間なんですが、ボランティア団体をの代表をしていました。その副代表をしていた方なんですが、彼はですね、骨形成不全症、骨の形成が不全って書きますけど、あらずの全くって書くね、不全症という病気、生まれつきの病気を持ってました。で、骨形成不全症っていうのはですね、骨のコラーゲンの量が少ない難病なので、寿命もね、非常に実は短くてですね、30代で亡くなる方が多いです。彼は42歳の時に、急逝、されたんですが、この彼の素敵なお話はまたそのうちオフレンチャでもしたいと思います。今日のお話に関係があるので紹介したんですけれども、確かね、私ね、この彼と一緒に行ったはずなんですけど、2012年だと思うんですよね。お亡くなりになるんで前年だったんですが、あるですね、ダンスグループの練習風景にね、練習にを見せていただいたんですね。だからみんなのダンスフィールドっていうグループなんです。NPO になってるんですが、どんなグループかっていうとですね、車椅子の方もいるし、健常の方もいて、みんなでダンスをしてるんですね。で、よく車椅子ダンスという言い方をされることが多いみたいなんですけれども、僕たちは車椅子ダンスをやってるんではないというふうにおっしゃってました。たまたま車椅子の人もいれば、普通に、ダンスをしてる人もいるグループなんだ。で、そうなんですね。先生がいて、でその先生が指導をして、各地でいろんなところで講演をダンス講演をしているグループなんですが、本当にですね、おっしゃる通りというか言ってる通りで、車椅子の方がいて、普通に健常の方というか、踊っていて、混ざり合って踊るんですよ。で、想像つかないかもしれないんですけど、彼らは、骨形成不全症の数人の人たちっていうのは骨が非常に弱いので、普通に足走ったりとかって難しいはずなんですね。でも普段車椅子かどうかは分かんないです。この竹内さんも、普通に歩いてましたので、松葉杖でですね、分かんないんですけど、ダンスするには多分大変だと思うんです。でも車椅子に乗ってるので、普通のダンサーさんよりものすごいスピードでブワーッと踊る、ブワーッて駆け抜けていくわけですね。で、駆け抜けててキュッて止まったり、あとね、特殊な車椅子みたいなので、キュッて止まって上にバーンってこう、斜めになったり、倒れないのかっていうような踊りをするんですけども、でも、彼らは、もし車椅子が倒れたりとかしてしまったら、すぐに、骨が弱いので骨折してしまうんですね。あ、そうなんです。骨が弱いんですよ。骨形成不全症ってね。なので、全身骨折で生まれてくる子供、お子さんがいたりとかね、生まれられなかったりとかってことが多いんですが、だって身長もですね、だいたいこれぐらいだったりとか、背も伸びにくいわけです。支えられないんでね。で、なんで私がそこで美の価値観が崩れ去ったかっていうと、なんて言うんですかね。私はすごくこう、役者もやってきましたし、
ダンスとかも踊ってきたり太極拳やってみたりとか、体が造形がまあ美しい、今造形が美しいって安易に言ってしまいましたが、いわゆる綺麗に手が伸びてるとか美しいすらりとした足とか、そういう鍛えられた美しい体が好きなんですよ。それはもうね、もともとあります。金銭を整った体、鍛えられているってものは好きです。で、美しいとも思うし、自分もそうでありたいと思って鍛えたりしますが、どういうことかっていうとですね、その車椅子のダンスだからじゃなくて、その彼らはですね、本当にダンサーだったわけです。みんなダンサーだったわけですよね。で、普通で言うと骨形成不全症の方々って骨折を繰り返しているので、こう関節がもう太くなっていたりとか、指がこう曲がって止まってみたりとかっていう風に、ちょっとそのさっき言ったみたいな手を伸ばしてファーってできる状態ではないんですよ、ほとんどがね。で、普段であればそのジロジロと見てはならないんでないかじゃないかとこっちも思ってしまうような体ではあるんですよ。で、だからあまり普段まじまじとはおそらく彼らのことを見、まあ普通に歩いてる人のことを見ないですけれども、でも気になってしまうぐらいちょっとその曲がってたりとかしてしまってるんですね。ところが、まあ何かをそう表現、心象を表現するためにダンサーをやってた、体で表現するためにやってますよね、まず。なので体がその表現の、まあ、武器なわけですよね。そしてそこに出ている子たち、まあ、高校生ぐらい、あ、小学生もいて、高校生とか社会人の人たちもいたと思うんですけども、20歳ぐらいまでの子たちがやってたんじゃないかなと思うんですが、本当にですね、自分の体を美しいと愛おしいと思っていて、美しい、愛おしいで見てくれって手を伸ばすんですよ。見て、でその手っていうのはいわゆる普通に伸びてないかもしれません、曲がってるかもしれないけど、もうね、一生懸命とかそういうんじゃないんだよね。この体で僕は表現してる、ほら綺麗でしょって、堂々と手を伸ばしたり振ったりとか動かすんですよね。で、そういう時なので当然ですけども、まじまじと見ますよね。見ていいどころか見てくれってやってるわけですから。その時にね、私は自分が思っていたこういう世界、こういう手が美しいんだ、こういう体が美しいんだっていうものが本当にガラガラガラっと根底から崩れ去ったのを感じたんですよ。なんていうか、逆にね、どんなに美しい体を持って、まあ問題なくというかね、体を持っていたとしても、すごく自分に対してこんなでいいのだろうかとか、恥ずかしいとかって思っている人のことは見てはいられないかもしれないですよね。結局、あ、ここに尽きるんだなと思うんですけど、本人がね、どう思ってるかなんですよね。自分の体のことを堂々と美しいでしょって思ってればね、みんな見れるんですよね。そして美ってやっぱりそういう時ところに宿るのかなと、私は思ったんです。何とも言えない感動でね。で、その体がきついのにやってるから感動ではやっぱりなくて、普通のアーティストとして心の中のことを表現していて、その作品のメッセージに沿った表現、表情、手の動きをされていて、まあ、立てないので基本手だったりとかで表現するわけですけれども、心から感動したし、美しさって何なの
全然私が思ってるとのと違うかもしれないって思いました。なので皆さんもね、もし自分の体にコンプレックスがあったりとかしたら、もう自分で大好きになってどうぞ見てっていう風にしたら、それは本当に美しいものに変わるのかなって思ったりしてます。だいたい10分ちょっと でいつも長くなっちゃうんで、今日はこれぐらいのお話ししたいと思います。今日はですね、今日もですね、最後に、マリンバとテルミンと朗読の音読みというグループ、私のグループですが、の演奏を聞きながら、これは歌ですが、お別れしたいと思います。オフレンチャではですね、なんか皆さん取り上げてほしいような内容があったら連絡いただけたらね、それにも答えていきたいなと思っております。では皆さん、またお会いしましょう。さよなら。